はい、お待たせしました。それでは、1つ目のセッションになりますけれども、どんどん広がる学びのスティーム化、キャリアリンクと広島県の取り組み、そして IGS と三重県の取り組み、そして、カラー工房とスティームさんと、専門高校ネットワークの取り組み、こういったものに入らせていただきます。先ほどからご登壇をいただいている皆さんに加えまして、このセッションでは株式会社キャリアリンク代表取締役の若井真紀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてキャリアリンクのプロジェクトマネージャー、小池彩香さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてインスティテューションフォーグローバルソサイティ IGS 株式会社取締役教育事業ビジネス開発部統括の中里忍さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、実証事業の現場になりました、三重県立宇治山田商業高校教諭の、福井隆一郎先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまずプレゼンにお進めていきたいと思いますが、これらは、専門高校、まずその一つはそのあれですね、広島県という県内でのお話、そして三重県内でのお話で、そして最後に、中島さんからお話しいただくのは、今度はもう県をまたいだ、専門高校同士のつながりによる新しいプロジェクト学習の可能性、そういった取り組みになってますが、まず、じゃあ若井さんたちからですかね、ご説明をいただく形でしょうか。よろしくお願いします。声は聞こえておりますでしょうか。大丈夫です。株式会社キャリアリンクの小池と申します。よろしくお願いいたします。先ほどご紹介いただきました株式会社キャリアリンクとしましては、30年来高教育に特化したコンサルティングを続けてまいりまして、そのさまざまいただいた教育委員会さんのご縁の中で、今回は広島県様と連携をして高等学校のカリキュラム改革に取り組むという大きな、構想の中で未来の教室実証事業を進めてまいりました。では次のスライドをお願いいたします。今回はですね、県教委との連携をメイントピックにということですので、プログラムの詳細はちょっと後半にとっておきまして、県との連携のところを中核にお話しできればと思いますが、皆さんご存知の通り、広島県教育委員会では広島版学びの変革アクションプランという形で、平成26年からさまざまな形で全方位網で教育改革を進めてらっしゃいます。でその中で高等学校のカリキュラム改革というのが一つ大きな柱としてありまして、アニメーションをお願いいたします。じゃあこちらにコンサルティング、カリキュラム開発のコンサルティングという形で未来の教室実証事業にかかる前からご一緒させていただいておりました。でその中で私たちが考えてきたこととして、やはりこのライフテックアカデミーというコンセプトを掲げたんですけれども、先ほどの浅野さんの話にあったように、それぞれの高等学校に個別にアプローチしていくというよりは、それぞれの専門性や特性を持ってらっしゃる先生方が有してらっしゃる専門性も含めて、それらを有機的にうまくつないでいってネットワーク化することによって、高等学校の学びの全体的な高度化を目指せないかということを広島県さんと議論してまいりました。でその中で、専門高校のカリキュラム改革を中核としながら、複数の専門学校をつないでいくライフテックアカデミーという新しい子どもの学びの選択肢を作れないかなということでコンセプトメイクしました。でその中で今回 STEAM そしてエドテックにかかる部分について、未来の教室として実証事業を展開させていただきました。今回はですね、農業系の庄原実業高等学校、広島商業高等学校、そして普通科としては廿日市高等学校、この3校で実証してまいりました。で全校についてそれぞれ2年生が今ない物事、価値を作るということを目指しながら、専門性を生かした探究的な PBL を実践してきています。次お願いします。で今回、庄原実業高校では2030年のアグリビジネスを作る、で広島商業高等学校では2030年の広島を支えるビジネスを作る、そして、廿日市高等学校では YMFG ゾーンプランニングさんのご協力のもと、地域の経済を新たに価値を
こう循環させていけるような新しい課題解決型の学習をするということを展開してきまして、でやっぱりこの作る知るっていうサイクルは確実に回るということを改めて私たちも実感した次第です。でこの作る知るのサイクルを回していく中で、あの子どもたち自身のこのモチベーションがやっぱり火がついていくと、知るっていうパートはもうどうしてもスティーム型に必然的になっていくっていうことを私たちも先生方も目の当たりにしました。必要な知識を得ようと思ったらやはり今までの専門性を乗り越えていかなくちゃいけないということが、あの子どもたち自身の感想としても大きく出てます。で今回子どもたちの行動変容をサーベイの形で取ってるんですけども、もともと専門性の高い学校の子たちはやはり自分の専門領域の中でいかにその専門領域のルールや規範や手続きにのっとって確実に何かを学んでいくっていうことを理想としていた、理想の行動の形としていたんですけれども、それが今回サーベイの結果プロジェクトの実施後にかなりの数の生徒さんが最定義型と言われる行動を理想の形として好んでいるってことが出てきたんですね。でまさに最定義型っていうのは今までのやり方を変えてみたいとか新しいやり方を取り入れてみたいっていうことを好む傾向が強く出てきたっていうところがありました。でそれを先生方も本当に学び方が変わっていくっていうことを実感されてます。で次お願いします。でこの学び方が変わっていくっていうことを実現するためにやっぱりカリキュラムがあの肝になっています。で今回あの一部の学校では40時間から50時間程度の実証のカリキュラムの時間を取っていただきました。でこちらを学校設定科目としていただく、もしくは関連する教科をうまくつないで学校の方でマネジメントいただいて時間を確保いただくという形になりましたが、やっぱりこれだけの時間をかけると子どもたちの変容が明らかに見えますし、その中で先生方ご自身も得られる達成感や実感というものが変わってきますし、でそれ自体が研究員にとってはこれを次の段階に持っていくための大きなエビデンスでもあり、これを実現するための課題やハードルっていうことを明確にするっていうことが実証の中でも実現できました。なのでこのカリキュラムをどう変えていくかっていうことを今回モデル化することで次へのステップ、次にどう汎用化していくかっていうところにつながりました。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、でこのカリキュラムを変えていくとやっぱり先生方も多様化していく子どもたちの学びを目の当たりにして教えるっていうところからいかに引き出せるかっていうことにマインドシフトされていかれました。で今回やっぱりこの先生方のマインドシフト変容っていうのが学校にとってもすごく価値のあることだったというふうにフィードバックありましたし、研究員としてもすごく成果を実感されているところです。次お願いします。で今回ここにご紹介しているのは広島商業高校の授業の一コマなんですけれども、あのまさにガイドバイサイドっていう形で先生がサイドにちょっとあの子どもたちに寄り添う形になって、で聴感のトークから脱却して、で子どもたちが自由な発想や自分たちが学びたいと思ったことを自立調整的に学んでいくときに、自分はじゃあどう環境を整えてあげられるか、自分がどういう問いかけをすべきか、どう振る舞うべきかっていうことを改めてご自身に問い直していただくということを私たちもご一緒しながら見てきました。でその先生方の試行錯誤がこのカリキュラムに本当に血を通わせていただいて、学校の中でチームとして共有していただいて、次に次年度に生かせる形にしていただいたなというふうに実感しています。はい、次お願いいたします。でこの引き出す学びをじゃいかに教育課程内に位置づけて確実に持続可能な形にしていくかということが、まあ、未来の教室実証事業としても大きなチャレンジだと思いますけれども、ここに私たちは改めて外部コーディネーターの役割を捉え直さなくちゃいけないなということを今年実感しています。お願いします。で具体的に言いますと、まずこの引き出す学びっていうのは先生方にとっても本当に未知の、先生方にとってのスティーム型の PBL なんですよね。
で答えがないことを先生方不安を抱えながら子どもたちの学びをなんとかコーディネートしていこうというふうに試行錯誤してくださっていて、そのプロセスをいかに私たちも共同学習者として先生方とご一緒できるかっていうことが、結果的に子どもたちと共同学習するのももちろんなんですけども、今回の実証授業の中で県としても成果を見れたところとしては、このパートが大きかったんじゃないかなというふうに思います。なので先生方との PBL のパートナーという形で、その先生方同士のチームのこともそうですし、具体的にどういうふうに子どもたちにアプローチしていくかということも含めてカリキュラムを一緒に考えてきたということになります。でその時にやはり課題がたくさん見えてくるわけですよね。でその課題を解決する術も一緒に考えていかなくちゃいけない。それがこの人物金情報時間のマネジメントというところだと思っています。で人であればこういった学びにチャレンジするときに先生方にどんな教員研修が必要だろうかですとか、時間であれば先ほどのカリキュラムの時間をどう調整してどうすれば実現可能な形になるかっていうことをご提案したりですとか、そして今回の大きなところでは情報ですよね。エドテックの力を活用し、いざ活用しようとしたときにどういったハードルを乗り越えなければ外部とつながることができるのかできないのかですとか、そういったルールメイキングのところも含めて県教育さんと連携してきたという形になります。このあたりに私たち外部の人間ができうることやるべきことっていうのを今年見出したということです。はい、最後お願いします。次年度につきまして広島県ではこのようなことを計画されています。今年度の実証校については2年生のこのカリキュラムを継続的に実装していくための準備を今進めていただいています。で商業高校については、今回の実証校の広島商業から他の3校へこれを拡大させていくとともに、1年生と3年生のカリキュラムの方もうまくつないで、系統を立てたカリキュラムの拡大導入を目指しています。でその他にも商業高校、農業高校、工業高校の生徒さんたちの共同による分野融合ビジネスの立案プロジェクトということも、もともと未来の教室で、新人メーカー育成という観点で私たちも目指していた姿ですので、ここは実現していきたいということを考えていますし、先ほどのお話にもありました通り、今回の実業高校でのスキームやノウハウをうまく工業高校に応用できないかということを県の方でも検討されています。こういった形で県教員の施策を、まずベースにしながら学校のニーズリソースをうまく把握して戦略的にこのカリキュラムを改革していく、マネジメントしていくっていうところ、これを仕組み化していくことについて、まあ、この後半の時間でも弊社の代表の和解もぜひコメントさせていただけたらと思いますので、ぜひ皆さんからも、ご意見いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとですね、写しても置いてもらった方がいいんじゃないかなと思うのが補足資料のところ、補足資料のところの2枚目ぐらいですかね。これ 3ページ目お願いできますか。3ページ目、うん、か何かを 、はい、見せておいていただくと全体像が、分かるんじゃないかと思います。でそれでその上で今のお話ですけれども、まずその広島県さんと、経産省で、もうそのまず去年の9月から、協定結んで、とにかくもう型を作ろうと、商業も工業も普通科も農業も全部超えるような、学びっていうものをどう作れるのか、でそのあたりをモデルを作っちゃおう、でそれによって普通科の子たちっていうのも工業とか農業とか商業とかと融合ができる、でそして商業にいても農業を題材にして何かを考えられる、で農業にいても工業の人たち、子たちと一緒に農業の現場の課題を解決できるとか、まあ、いろんなことができたらいいなっていうのが、もう本当に素朴にそういうお話っていうことじゃないかなと思っていますが、ですね、木村さん、はい、木村先生、はい、なんか今までのところで、いや、ありがとうございました。素敵だなと思ったのが、それこそ専門性がそれぞれ違う大人たちの方ですね、この専門性が違うメンバーをこうつないでいってネットワーキングしていく、そこが大切なんだというところからお話始まったかと思うんですけど、まさにおっしゃる通りだと思っていて、やっぱりチームとして対応するってすごく大切だと思ってるんですよね。で学校の中ではもちろんですが、今こう
なんだろうな、まあ、コロナ禍もあって、ご家庭の協力を仰ぐことが今まで以上に増えてきたりとか、あとはご紹介いただいたように企業さんと、まあ、特に地元の企業さんと連携したりとか、まあ、あとは大学とか、まあ、自治体とかそういったところをこうどん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 連携してこうチームとして教育に当たっていくっていうのはすごい大事だなっていう中での、実証が見えた気がします。そうですよね、はい、でも本当に実現をしていく上で多分カリキュラムをどう学校を超えて合わせていくのかみたいな調整って多分すごく大変なことなんじゃないかなと思うんですけど、これ現場の先生代表で高井さん、高井先生どうですか、なんか聞いておきたいポイントって何かあります？そうですね、聞いておきたいポイントですか。あ、そうですね、コメントでも何でもいいですよ。 ありがとうございます。やはりですね、私も実は先ほどご紹介あったように工業高校の教員でした。でやはりその自分のところのですね、子どもたちがやっている、まあ、もうもっと言えば私が教えている電気のことは勉強するんだけれども、まあ、それだけをもってやはり世の中出ていった時にどれだけこう役に立てるかという部分で言いますと、まあ、いろいろなことを学んでおいた方がいいだろうなっていうのは常々思ってました。でなかなかそこの部分ではじゃあ農業高校とか、商業高校とコラボレーションしながら何かこう取り組んでいきたいというふうに思いつつもなかなかそれができなかったっていうのが私の経験ではあります。そのあたりこう突破していくっていう部分について何かそのきっかけになるというか、うん、こういうところを差し込んでいったらいいんじゃないかっていうようなものが何かこうお分かりであればちょっと教えていただけるといいかなと思いました。何かございますか？じゃあ私キャリアリンクの若江でございます。今のご質問本当に大事なところだと思っています。で学校間校主間をつないでいく、まあ、広島県さんの場合には普通科も含めて、融合型、まあ、名前にあるライフテックアカデミー化していこうという考え方ですので、一校一校というよりももう工業高校4校すべて、商業高校4校すべて、農業高校2校というふうにもう全校全面展開型で動きを企てていくというふうに、そのよくありがちなモデル校だけでやりましょうというふうにしていくとなかなか広がらないので、もう校全体にこんなムーブメントになっているんだということを分からせていくためにも各校種でコアカリキュラムをきちっと作っていこうという動きを取っていく言っています、うん、なるほど。ちょっと質問していいですか？どうぞどうぞ。すいません、いやすごく面白い取り組みだなと思って、やっぱり広島県の中でそんだけ動いてるってすごいいいなと思ったんですけど、なんかその学校同士のコミュニケーションみたいな、先生同士とか子どもたちとか、なんかそういう同じようなテーマでやってるので、なんかその辺のコミュニケーションがどうだったのかなっていうのと、あとここに質問にも来てたんですけど、ちょっと具体例とかで子どもたちがやったアイデアで面白かったこととか何かあれば教えていただきたいなと思いました。そうですね。それ小池さんの方からいきましょうか。ありがとうございます。まず先生方同士のコミュニケーションっていうところは、まずこの授業のキックオフの際にはもう本当に全県下の先生方にお集まりいただいて、教育委員会の方からご説明の場を取っていただき、その後に研修という形で私たちは直接的には先生方を各校の実証校の先生方をつなぐ形で、各に CBL の評価に関わるところですね、共通の課題になっているところについて先生方同士の勉強の場を作るっていうようなことをしてきました。で子どもたちに関しては後期については割とその各校でのカリキュラムの中でどう自分たちの研究をしていくかっていうことを特化してたんですけれども、この先ほどの話にもありましたように、やっぱりまさにこの次、ここまで来たから次の段階で子どもたちがやっと自分の専門性の強みを認識して、あ、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうことが今育ってきたところなので、まあ、それをうまく他の学校と連携しながら実現していくっていうことを次の段階としてはカリキュラムで考えています。直接的な子どもたちの連携というのは今年この3校の間ではなかなかなかったんですけれども、そういった状況です。で面白かったところで今まず連携の話でいくと、例えば廿日市高等学校普通科の方で
広島県の、まあ、何かしらその地域経済循環型のビジネスを考えようみたいなことをやったときに、そこで例えば豚の養豚のところとか、ブランド非バリューみたいなところとかに特化した、まあ、ビジネスの話が出ていて、でその子たちが実は庄原市の、その畜産の関係者の方に話を聞きに、オンラインでつないで話を聞いていたと。で実は庄原の方では農業高校なので、その畜産の専門をしている子たちがいるんですよね。でそこのあたり本来は、まあ、うまくつながれば、今回の段階ではちょっとそのつなぐタイミングが早いかなっていうところだったんですけど、多分そういった同じような課題感だとか同じような興味関心を持っている子たちが違う専門性を持ち寄れるっていうことはあり得るなっていうことが一個あったのと、あとビジネスの方では今回アントレプレナーシップのプログラムをアメリカから輸入する形で日本版としてアダプテーションしたんですけども、かなり今2年生の段階で今回新しい観点で自分がやりたいってビジネスを考えて、その中で外部評価なんかを得る過程で、もう私はこのビジネスを絶対に実現させますっていう断言をしてくれている子が普通にいて、その辺は具体的に期待できるなっていうことがあります、うん、で一番研究としては庄原の実業高校の農業高校がやっぱり強みは、もう農業高校の子どもたちは専門家でもあり、周りもみんな専門性が高い先生方がいて、その実証研修を研究をできるフィールドもあるわけですよね。なので自分たちがこういうビジネスやってみたいって思った時に、仮説検証も小さいサイクルで子どもたちが木くずを堆肥化しよう、でその堆肥化するにあたってどんな木くずをどの程度の時間どういうふうに堆肥化していくのかみたいなことを、もう自分たちで自主的に、うん、その場で研究して、まあ、それを研究 の課題の方に反映していく、ビジネスアイデアに反映していくっていうサイクルが回っていて、そのあたりはやっぱり専門高校だからの強みっていうのがすごい、まあ、そういう組み合わせがあって初めて成り立つわけですよね、うん、はいはい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと他にも、お聞きしたいことはたくさんあるんですけども、ちょっとですね、次の事例に、移って、行かなければならない時間が来てしまいました。なので、ちょっと一言じゃあ、板倉さん、なんか簡潔にちょっとコメントありますか？文科省の板倉さん。はい、ありがとうございました。子どもたちが変わっていた姿っていうのが見えたのが、やっぱり一番大きいのかなと思って話聞いていました。でポイントに多分この話が広がっていくかどうかの一つ大きいところは、その先生一人だけが頑張っている状態、キャリアリンク様と先生、その学校の先生一人だけが頑張っている状態というのは良くないだろうと思うんですよね。おそらくそういうことではないと思うんです。教育委員会がバックアップしているということであるからそういうことではないと思うんですけど、それこそ専門高校の先生方ですと専門性がそれぞれあるわけで、そのそれぞれの専門性をうまく絡めながら、先生同士、まずその学校における先生同士の力をどこまで使いながら、そのキャリアリンク様のその動きと絡めていけるかっていうのがまず私は大事かなと思ってまして、またおそらくその当該教科をやってるという意味で言うと、他の学校にその先生方がいるということでいくと他校で広がっていくということがまた大事であって、その部分のうねりを大きくしていくっていうことが、こういった取り組みがその他のイベントではなくてこれからも続いていく上でとても大事かなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。一言だけいいですか？若いです。はい、どうぞ。やっぱりこうやって校舎が違うところを結びつけていくときには、まさに今板倉市長がおっしゃったような取り組みが大事で、その時にやっぱりプロジェクトベースのアプローチというのがものすごく有効で、で PBA 型になってくると必然的にやっぱり ICT がもう不可欠なんですね。ですので、まあ、今回ICT があることによって、共同的な活動をしながら、その中で個別最適化が実現できる、うん、要するに個別最適化のために ICT を活用するのではなく、そんなことが実現できたことがすごく意味があると思いますし、それと教員の働き方改革のところで ICT があるからこそ、うん、個別に子どもたちがやっていることを先生たちが裏側で覗けることによって、一人一人にその視線も向けていけながら個別のアドバイスがしていける、だからそこそ子どもたちの学びの意欲が高まっていくという、まさに本当に
PBA は STEAM ですし、で STEAM を実現していくためにはギガスクールを導入していただいた、やっぱり一人一台環境っていうのがまさに不可欠だというのが今回広島の事例で、あのきちっとしたエビデンスがお出しできる状況になっていると思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次、三重県の事例に移ってまいりましょうかね。 IGS さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。それでは、IGS からは、三重県の教育委員会との、取り組みですね、 STEAM 教育事業をご紹介させていただきます。IGS は、ね、はい、小学生から社会人までのコンピテンシーの評価とその教育を、行っている会社でございます。すいません、次のページをお願いいたします。はい、で本事業の目的なんですけれども、特に今年度はやはりその、コロナ禍ということで、その中でオンラインで対応できるっていうことを、主に目指してまいったんですけれども、その中でその、STEAM コンテンツをオンラインだけで完結できる形というものを、目指しました。でさらにその学習効果を、検証フィードバックするための、評価というところもやりました。でこれは基本的に全面的に東京学芸大学の西村先生に監修いただきながら進めたというプロジェクトでございます。次お願いいたします。はい、でプロジェクト、プログラム の、 全体像なんですけれども、このプラットフォームという、先ほど申し上げたプラットフォームというのは、その海外の、いわゆるその、ハーバードとかですね、そういったところでも使っているそのシミュレーターというものを今回用いています。でその中でその生徒にはバーチャルで起業してもらい、で5年後の起業の価値を最大化を目指していくというようなものを行ってまして、でそれを、すみません、これ、ケースって何でしょうかっていうのをちょっと一言言っていただけますか。すいません、失礼いたしました。ケースはですね、自動車の、産業に関わることなんですけれども、自動運転だったり、電気自動車だったりですね、そういったことをひとまとめにしたような言葉でして、今回そのモビリティですね、自動運転ができたり、あと電動で動くようなモビリティで何かその解決できるんじゃないか、事業化をしてみようというところを、目指しているということで、すみません、今回はケースがメインになっております。でこのケース、新しいモビリティ社会を生徒たちが作っていくって言われる。おっしゃる通りです。はい、で今抱えているような問題はモビリティで何か解決できないか、というようなことになっています。でそれでモビリティを使った事業をバーチャルで、はい、自分たちで考えてもらって、でいろいろこう知ることによって5年後 の、 企業価値っていうのがどんどん高くなっていくと。でそれをグループ間で競って、企業価値が落ちたらなんで落ちたんだろうみたいなことを、グループ間で話し合ってもらうというようなものです。でさらに、じゃあこれをやったことでどうだったんだっけっていうこともあるので、その理数探究の能力評価ということで、例えば仮説を立てる力ですとか、あとは何か新しい技術ができた時にそれを社会課題の解決に転用する創造性とかがあるのかですとか、そういったことを評価するというようなものも新しく作っています。はい、次お願いいたします。はい、で今回一応20コマぐらいに対応できるようなものを作っておりまして、基本的には教科と連動するというところを、西村先生にもご指導いただき、ペストという政治ですとか経済っていうようなところを勉強してもらって、それが公共に関係したりですとか、あとは技術教育に関係したり、あと数学情報というところを、紐付けていくようなことで20コマを作っております。はい、次のページをお願いいたします。はい、で先ほどはフルバージョンなんですけれども、それを短くやるっていうことも対応できるようにして、今回7コマぐらいですねっていうところでも、特に主にデータ分析を中心とした授業を組み立てて、これも実証を行いました。はい、次のページをお願いいたします。で、これは今回作ったシミュレーターを簡単に1分程度の動画です。最初にゲームということで投資家からの手紙が来て、でそこから20個ぐらいの動画で学んでいただき、でそれをこう理解をしてもらうためのテストというものが、ミニテストが入っています。でこれも正解するまで次に進めないような感じになっています。でそれぞれ調べて、でその調べた内容をグループでここに記入していくような内容になっています。で時々出てくるその事業計画を作成しようということで、会社名を自分たちで考えて事業内容を入れて、でその中でどんな社会課題を解決したいのかですとか、あとサービス概要が何かですとか、そういったところを一旦文字にしてもらいます。でそれを裏側で先生にルーブリックで評価してもらったり、乱数とかですね、そういったものを入れて独自のアルゴリズムで5年後の企業価値を自動的に算出するというようなモデルになっています。でそれをいろいろこう
子どもたちが学んで、じゃあここもちょっと聖地にしてみようとか、それをすることによってどんどんその企業価値が上がっていくというようなシミュレーターを作っています。でその中で例えばということなんですが、まあ、データ分析ということであれば、コダップを入れたりとか、次のページお願いします。でリーサスですとか、あと JTB さんの観光プラットフォームっていうのも入れたりをしました。はい、次のページお願いします。はい、でこれが仮説を立てるとか、そういったものを見れるようなものを動画で採点ができるようなものになっています。はい、次のページお願いします。でここはビジョンですとか課題設定ですとか、事前事後でどういうふうに変わったかということも、まあ、しっかり、まあ、検証数値化を行いました。はい、次のページで、でそれで、今回福井先生が生徒たちにいろいろ書いてもらってたので、それを一応解析をしまして、どういう言葉が出てくるのかということも、まあ可視化したりしています。はい、次のページお願いします。でここでちょっと福井先生からコメントをお願いしたいと思います。お願いします。はい、宇治山田商業の福井です。よろしくお願いします。私の方からは教員側から見て生徒の成長を大きく感じることができた取り組みになったということがお伝えさせていただきたいところです。例えば先生の感想にもあるように、映像教材コンテンツを利用し課題に取り組むことで自分のペースで学ぶことができ、わからないところはインターネットを利用して調べるため、 ICT の活用力やネット上にある多くの情報から適切な正しい情報を判断する力を養うことができたように感じました。生徒の感想からは数値データの表し方や分析の仕方を学び、人によっては考え方や捉え方が異なると、多角的な視野の気づきがあったり、会社の立地についても意味があったと気づいたりと、なんとなくと思っていたものにちゃんとした理由があることに気づける学びになったっていうことで、今後の経験するいろんなことに気づきを求めて、興味を持って取り組んでほしいと思っています。最後に、生徒のコメントで印象的であったものを紹介したいと思います。ここには書いてありませんが、小学校中学校高校と数学を何のために勉強しているのかよく分からなかったが、社会において課題を解決するためには数学的な考え方が利用されていることが分かった。数学の専門家にはなれないけど、社会に出て何か課題を考えるときには数学の専門家の話も聞いて解決方法を考えていきたいですと言ってくれました。以上です。あ、次のスライドお願いします。中澤さんお願いします。はい、ありがとうございました。でここからはまあ、これまでの取り組みをですね、三重県でどのように広げていくのかっていう、ちょっとロードマップについて、すいません、三重県教委に代わってちょっとご説明をさせていただきます。で今後今まで進めてきました、ちょっと今日ご説明をしましたケースをテーマとしたSTEAM プログラムを、専門高校を中心に、まあ、一部普通科設置校も入りますが、そこで広げていくっていうことと、あとは普通科設置校を中心に STEAM ライブラリによる STEAM プログラムを展開していくという、この両軸で、ここから 3,4 年間進めていくということになっています。で次のページお願いします。で例えば、まあ、先ほどのケースをテーマとしたSTEAMプログラムに関しては、今年度は先ほどの福井先生がいらっしゃる宇治山田商業高校を中心に年間を通じて行ったんですが、それを短縮版として名張西方高校さん、四日市工業高校さんで実施させていただきました。でそれを来年度以降どんどん展開をして、来年度は8校で12校17校ということで、徐々に商業工業農業というふうに広げていきます。で今のところその横のこうつながりっていう交流はそこまでないんですけれども、それは来年度以降ぜひまあ、ここも ICT を利用して先生方や生徒同士の交流を深めていきたいと思います。で次のページをお願いいたします。でなんでこの三重県で広がったのかなということを考えたときに、まあ、一つその三重県と話をしているのは、まあ、データが可視化っていうところかなと思っています。でその評価ですとか、まあ、評価が完璧だとは言わないんですが、まあ、それでもデータ化することによって、まあ、他の学校に展開していくためのまあエビデンスになるっていうことと、あとはその ICT 化の導入として、まあ三重県はその Google クラスルームが全県で広がってはいるんですが、なかなかどういうふうに使い始めていいのかわからないということに対して、先ほどのシミュレーター型があると、まあ、それをそのまま使えばいいということで、まあ、導入としての使い勝手があるかなと思います。であとはここはまあよくもあり課題でもあるんですけれども、福井先生に本当に全面的にご協力いただきまして、まさに先生が広報担当として県にさまざまアピールをしてくださったというのがあります。でそのおかげでですね下のように、まあ、先生が他にご紹介
ただいたりですとか、あとは授業見学会をオンラインで開催したり、あと教頭会を中心と 100名ぐらいの、 あの教頭先生が集まる会でちょっと私が1時間半ぐらいご説明をさせていただく機会をいただいたり、あと知事主催の勉強会でまた福井先生がですね、あのいろいろご説明をさせていただき、あの徐々にその県の先生方にご理解をあの深めていくというような活動を、まあ、行ったということでございます。はい、一旦私からのご説明は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとですね、あのそしたら福井先生にも感想というかですね、何が、はい、要するにこういうことを進めていく上での先生、福井先生自身これ始められた時、一緒に宇治山田商業の中で始められてから、はい、先生の最初のなんていうかこの事業に対する印象とそこから今っていうのがどう変化してるかとか、あと周りの同僚の先生たちの変化とか、そのあたりも教えていただけないでしょうか。はい、はい、それでは、初めにこの未来の教室に取り組むにあたっては、あの先生がいない教室っていうようなことで話を聞きました。まず最初に、でその後いろいろと話を聞いたそうなんです。その中でいろいろと話を聞いていく中で、あの先生は話さなくていい、そういうようなところが少し何ですかね、話を聞いていく中でありまして、で、うん、いかんせんこう教員って授業の中で話をするっていうことを取られると何をすればいいのか分かんないっていうのがある中でですね、話をしなくていいっていうのが初めすごくこう違和感を感じたところだったんです。ただ、うん、教員が喋らないっていうことになれば子どもたちが考えるんですよね。で子どもたちが考え出す、そうです、で子どもたちが考え出すっていう姿を見ているうちに、あ、喋らなくていいんだっていうのと、あと板書とか指導していくことが少なくなる分、子どもたちを見る時間っていうのがすごく増えるので、子どもたちの変化っていうのにすごく気づきやすくなりまして、で子どもたちが何に困ってるのかなっていうようなところを少しこう周り見ながら、あ、今なんかちょっと様子おかしいな、なんか迷っとんのかな、困っとんのかなっていうところで寄り添って声をかけて、で、コミュニケーションを取りながら課題に、取り組んでいくっていうようなことができているので、そういう意味ではすごく初めの違和感からするととてもいい取り組みになっていると思っています。はい、でやっぱりその企業価値っていうものとかをボーンと正面から出すじゃないですか。でそれに対してのアレルギーって、はい、まあでも普通商業高校とかってそれはビジネスを教える学校だからそんなに違和感ないかなっていう気もするんですけども、そのあたりはどうですか。企業価値、やっぱり取り組む子どもたちは一番になりたいっていう気持ちがあって、うん、企業価値がバーンと下がるとすごく残念そうなんですけど、うんうん、先ほどにもありましたテスト分析とかいろんな手法を使って何が自分たちの価値を下げているのかっていう部分を本当に真剣になって考え出すんですね。考えるんですね。はい、それで改善につなげていくっていう姿が本当に今年、うん、この LMS のシミュレーターを使った取り組みでは本当にいい姿として見れたのかなっていう感じで思ってます。もう仕事そのものですね。もうなんか、そうですね、感じですよね。はいはい、で あとはもう子ども、はい、どうぞどうぞ、はい、あ、子どもたちが必然的に役割分担をちゃんと持ち始めるんですね。あ、でその役割分担を持ちながら限られた時間の中で、課題を解決していく、取り組んでいくっていう姿っていうのは本当に仕事ビジネスのシーンに見られるようなものかなっていうのも感じましたし、でその中で子どもたちが役割の中で特性を自らの特性をこう生かしながら取り組んでいく姿っていうのもなかなか普段見れない姿が子どもたちの成長として見れたかなと思います。ありがとうございます。どなたかありますか。じゃあ私からいいですか。どうぞ。はい、板倉です。P 先生ありがとうございました。非常にいい取り組みだなと思って今話を聞いていて、まあ、まず一つ良かったなと思ったのが、その数学がなんで必要かっていうのが商業高校の生徒さんが言ってるのがやっぱ素晴らしいなと思っていて、数学って本当に大事な教科なんですけど、どうしてもこう実社会に役に立っているのは四則演算以外で何があるんだろうっていう方も結構いるんですよね。それをまず分かっていただくだけで、で自分は仮に使わないにしても数学的な
が社会に使われてるっていう実感されてるっていうのは素晴らしくいいなと思ったのが感想で感じたことです。また一番印象に残ったのは、福井先生がまさにこう楽しんでやってらっしゃるんだなっていうのが伝わってきたっていうのは非常に大きいと思ってまして、やっぱり可能であればやはり STEAM 教育っていうのは先生方が内発的にこうなんていうかね、楽しいと思ってやっていただけるということが大事だろうと思うんです。やらされるものではなくてやりたいと思うってことがすごく大事で、おそらくこういう福井先生の思いみたいなものが他の先生方も自然に思えるような状況になれば本当にいい流れができていくのかなと思ってました。そこはすごく大事なことかと思います。あんまりこうやらされるんじゃなくて やりたいと思うってことが大事だということです。あとそれかと先生が先ほど話さなくていいって言った部分なんですけど、私がもうちょっと丁寧に思うにですね、おそらく説明するとか指示するとかそういうようなことはやっぱり減らしていって、むしろその問いかけみたいなことはむしろしてってもいいのかなと思ったりするんですよね。声掛けもそうですよね。でそういったことはしてっていいのかなと。だから話さないっていう言い方も多分こうどんどん言葉としてこうなんていうんですかね、言葉が精緻化されていってより良い言葉ができてくるといいのかなとちょっと思ったりもしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今のお話ですと僕がやっぱり指導していくっていうのではなくて、子どもたちが発言することに対して何か寄り添いながら聞いていくっていう中で、一つ、子どもたちが話してくれたことがあって、課題の中に利益を出しなさい、利益を出すことを考えた取り組みにしなさいっていう言葉があった、課題があったんですけど、ある生徒がいろいろと考えた末にグループの中でも話をして寄ってきてですね、先生利益って聞くんです。でその言葉が、みんなの幸せって利益って考えていいですかっていう、おお、深いですね。僕は利益ってお金のことしか考えてなかった何ていうんですかね、大人の感覚がすごく現れるような、その言葉に対してはもうそれはあなたたちが考えたんだから、もうそれもその幸せっていうのをどういうふうな利益につなげていくかっていうのを次考えていったらいいんじゃない、みたいなことで話ができたりとかっていうのは本当に普段指導しているっていう姿ではないところから感じられた、なるほど、喜びの一つでした。ありがとうございます。いや本当にこういったものが今度は普通科、この三重県のロードマップからすると工業科とか普通科とかにも広がっていく、そういうロードマップになっていて、やっぱりそのビジネスを中軸に据える専門家以外ではない普通科でこういうことをやっていく中で、今の利益って何みたいな話とか、そこから逃げずにちゃんと議論ができる学校っていうものにどんどん生まれ変わっていくというか、人は当然ながらお金を生まなければ生きてはいけないし、何か事業を起こしたり続けたり、時には畳まなきゃいけない場面もとか、いろんなものに直面することになる子どもたちのリアリティ、いやそこが早くリアリティをつかむというか、そういった場にこのケースのプログラムがなっていったらと思います。すいません、ちょっと本当にいくらでも話が続けられるんですが、ちょっと3つ目の、中島さんたちのプロジェクトの方に移っていきたいと思います。ちょっと残りの時間がありましたらまとめて、また後ほどでもお話できたらと思いますが、中島さんお願いします。はい、ありがとうございます。いや三重県も広島県とすごく楽しく聞いていました。改めて株式会社スティムの、代表中島です。未来の教室の研究員もさせていただいてまして、なんていうんですかね、その思想的なところとでも本当に具体で今日は私がちょっと代表してきてるんですけれども、今全国6学校をちょっとつないでやった事例の今日ご紹介をさせていただきます。なのでその先に先生方そして子どもたちがいるという状況です。でも一言だけ先に言うと、なんか専門性の面白さ、なんか今数学の話とかもありましたけど、数学とかも本当面白かった、いろんなところに使われている。ただやっぱりそれ単体で見てる時と違ういろんな課題とか、興味とか持ってる人が出会って、エンジニアリングもそうですね、今回エンジニアも結構出てくるんですけれど、なんかそこで生まれるもうなんか専門性とつながることで生まれる面白さみたいなのがすごくあるなと思っています。で知ると作るの可能性、そして超えてつながる可能性みたいなことをちょっとご紹介できればと思っています。はい、次お願いします。はい、で今回先ほど浅野さんからもありましたけれど、徳島、沖縄、北海道という中で2校ずつ6
計6校で全部あの専門性もいろいろで商業工業水産福祉農業という形で、つないでやりました。でテーマとしてはロボティクスと書いてるんですけれども、エンジニアリングというか何かものが動くよというところなんですけれども、そこはもうあくまでツールというか、なんかエンジニアリングの面白さみたいなものは伝えるんですけれど、そこで最初しばらく遊んである種絵筆がこう使えるようになるような形にちょっとなったところで、でも各々が持っている身の回りの課題とか地域のこととか普段困っていることとか、そういうことを考えながら、それをうまく利用して組み合わせてどんなことができるかなっていうことをやってみました。で6学校の先生方で時々こう会ってもらったり、会うというか全部ズームというか、オンラインですけれども、その形で連携しながらやってきた形です。でこのロボティクスの方は、ちょっと成熟してきたこともあって、今回はもう全て先生方にやっていただくと。で私たちの方は教材とか教員研修みたいなものとか、あとオンラインサポートとかはしてきたので、ある意味で間接的にはみんなとつながっているんですけれども、基本は先生方にやっていただいた形です。でもう一つ初年度としてメディアアートというのを、徳島商業でやらせていただきました。で結局一回も徳島行かずに、全部オンラインでやったんですけれども、こちらも非常に面白かった。あ、今年そうだったんですね。そうなんです、一回も行けてないんですが、はい、やってきたので、こちらも多分でもいろんな展開ができるなと思ってますのでご紹介します。じゃあお願いします。はい、で最初の方はもうざっくりご紹介していくと、ロボティクスメディアアートということで、中身はそれだけ聞くとなんかちょっとツールっぽいですけれど、でも何かものがどう動くのか、そこには結構数学があり科学がありなんですけれど、センサーをつなぐとかですね、こう机上で聞いてるだけよりはやっぱり使ってみて、あそうするとあなるほど摩擦ってこういうことなんだとかいうのが見えてくるという感じです。でメディアアートの方は、ビジュアルコーディングでウェブ上で何かこう物を動かしたりとかするプログラミングのところをやったんですけれども、こちらも本当に学校の数学とかあんまり好きじゃなかった子たちもどんどん数学使ってやってくれた感じです。でやっぱりこれも生み出したいものがあると、言われてやっぱりやらされてやるよりやってみると楽しいという形でやってきました。はい、いろんなそうですね。で今回多分ちょっと鍵になるのがやっぱり研修の部分と、あと大学生メンターを特にメディアとの方ですけれども、活用というか一緒にやらせてもらいました。でそこにすごく意味があったと思っています。次お願いします。で、そうですね、期間は非常に短かったので、もっと遊びの時間がもっとあると多分より作るっていうところがより具体的だったり深掘りもできたかなっていうお話もありますが、それでも3ヶ月4ヶ月でも結構なところまでできるなっていうことをやっています。で、これクリックしていただく と、そうですね、2月6日に、全国結局ちょっと1校は参加できなかったんですけど、5校で合同発表というものを行いました。なのでここで、子どもたち同士がいろんなコミュニケーションを取ってもらってアイデアを共有するっていうことがありました。でその事前からも結構問いをやっぱり立てるときに、結構農業とか福祉の子どもたちはかなりいろんな問いがというか課題が周りにあるので、比較的問いが立てやすいというかプロジェクト立てやすいんですけれど、他どういうものを考えようというところで悩んだときに、やっぱ他の学校のアイデアとかをみんなもらい合って、あなるほどなるほどと刺激し合ってくるとだんだん湧いてくるというか、そういうことが12月ぐらいから行われていたりしました。はい、で次お願いします。でそうですね、でメディアアートの方も実は教員研修もともとするつもりじゃなかったんですけど、ちょっと急遽大学生たちも関わりたいからっていうので事前に1回やってみたところ、そこですずさんはですねこのパックマンとか作ってくれて、やっぱりちょっとでも知っていると、もう本当に 2,3 時間でも事前に先生とか手伝ってくれるメンターの子たちとかがこういうことを知っているとよりもう一緒になって遊べるということが分かっています。で次お願いします。でそうですね、研修があって授業があって探究深掘りがあって、ここには書いてないんですけれど発表というかみんなのシェアリングみたいなこととか中間とかにあったって今からどう展開するかって話です。でこちらが、子どもたちのいろんな発表の事例ですけれども、例えば福祉のところだと車椅子の方が何が困るかっていうのをいろいろインタビューすると、例えば足元の段差が見えないくてあれだとか、あとヘアケア高齢者の方とか介護されている方がヘアケアで本当はおしゃれしたいんだけどやっぱりやってもらってると言いにくいとか、あと農業だとやっぱり北海道だとこう広い農地を見てるんだけれども、やっぱり見てる方が高齢化してきてなかなか大変だということで、こういうキャタピラのものできないかな、でプロトタイピングまでして実際に動かしてみるとかですね。でドローン漁業とかもやっぱり
そうですね、水陸両用のドローンというのは今あるんですけど、あんまりそこと漁業の課題とか結びつけられてないんですけれども、こういうこともできるんじゃないか。であと、徳島商業とかですと身近なところで、例えばコロナ禍でずっと消毒していると大変そうだと、じゃあこういうの自動化できないか、でも本当にそれに今どれぐらいエタノールとか必要なんだろうとか、これで本当に完成あれできるんだろうかとか、でこういうところとかにエンジニアリングとか数学とかをものすごく使って、まあ、実現性、アイデアを出すだけじゃなくて本当にできるかっていう実現性までかなり徹底して考えながら、プロトタイピングできるところはできるところまでやるっていうのは結構ギリギリまで頑張りました。次お願いします。でちょっと今日はあまり時間ないので全部は紹介できないんですけれど、まあ、いろんなアイデアが出てきて、これどれもこれも面白かったです。これ発表してもらったものだけなので他にもまだたくさんあるんですけれども、まあ、こういうのが各地域のとか個性とか、チームごとのやっぱり個性とかですね、そういうのが出てきたので非常に面白くて、子どもたち自身も、刺激し合っていると思いますし、先生もですし、私たちもすごくおおっていうアイデアがいっぱいあった形です。次もお願いします。そうですね、でこんな感じで、まあ、本当にアイデアの立て方、どこで詰まったか、どこで試行錯誤したか、どれが大変だったかっていうところがやっぱり共有できると、そこがさらに次につながるなと思いました。なのでこの事例がなんとかこう共有、もうちょっとサイトとかで共有できるような形とかコミュニティとかがもっと出てできてくると、さらにこの知ると作るの循環の深掘りができるかなと思っています。次お願いします。でメディアとの方もこれ最初 の、 遊びみたいなところですけれども、1、2ヶ月でここぐらいまで、これ全部コーディングで、最初は絵を描いてるんだと思いますけど、これ実際にはもうコーディングプログラミングでやっています。なので座標平面とか円とかそういうことを使ってやってくれています。次お願いします。で、そうですね、ちょっと QR コードはここ書いたものの多分皆さん今時間なくてできないと思うんですけれども、最終的にはそのさっきの遊びみたいなところから、じゃあ自分たちが企業のいろんな価値みたいなものを見出して、その企業のホームページをどうやってこうより良いものにするか、バリューとか企業が大事にしているものを表現するかということをこのプログラムの内容からやりました。なのでやっぱりあくまでそれはツールで、それをでも新しい楽器を持ってさ、どんな音楽を表現するかみたいなところをやってもらって、それも企業ごとにグループごとに全然違ったので非常に面白かった形です。インタラクションとかアニメーションも結構入ってます。お願いします。次で、この辺をどう横展開するかですけど、実はこの後にまた出てくる STEAM ライブラリの話を並行してやらせてもらっていまして、これも今無料で、無料っていうか必ず、オープンに見れる状態になってます。次お願いします。で次そうですね、これがプレイフルコーディング、これも、STEAM ライブラリー上に今載せてもらってます。さっきのメディアートのところを全部動画化して指導ガイド、指導案とか、ワークシートとかにして見れるので、あとだからここに研修とかメンターとかがうまく地域ごとにできてくればいろいろ展開できるかなと。次もお願いします。こちらも同じようなもので、アルディーノとか M5 スティック C って呼ばれるようなものを使ってて、センサーとこういうものとプログラミングと、でもリアルな世界課題、じゃあそれを使ってあなたたちは何をしますかっていうことを、やっています。なので、まさに知ると作るの循環の、まあ、知るのと部分もこ う、 いう、まあこういうものと、あとやっぱり専門家とメンターとがこうギガスクールの構想の中でつながってく、よりつながってくるといいかなと思ってます。でさささっともう少しだけお願いします。でまた STEAM ライブラリーで次お願いします。で私たちもちょっと5個ぐらい出してるので、もしよかったら見てください。で、そうですね、専門家メンター学校でやっぱり先生方、今回先生方にすごい頑張っていただいたんですけど、でそれを取りまとめる12曲というものがありました。次もお願いします。で、これもちょっと時間ないですけれど、でもやっぱり子どもたちが本当にどんどん変わってきて、やっぱり自分たちができると、いろいろやりたいことさえあれば、あとはちょっとした仕組みが分かってくると、あとはもう本当に調べたり、これをちょっと変えてみたらこれでできるんじゃないかみたいな発想が湧いてくるので、いろんなことできるね。でコンセプトとか、挑戦するとか解決するとか、そういうことに対する自信みたいなものはできてきたらと思います。次お願いします。で各教科とのつながりっていうところでも、まあ、数学もそうですし、エンジニアになった気持ちになったってすごい言ってくれたことか、あとやっぱり社会もすごく関係しますねとか、化学とかもう先生方の方で結構注入していただいたんですけれど、まあ、専門高校なので専門高校の専門性っていうものもかなり入ってきた形です。次お願いします。で、メンターの活用で、次もお願いします。でまあ、今後に向けては今言ってきたように、まあ、ライブラリーとかも活用させてもらったりしながら、あと今日の発表の皆様とか、何かこういう子どもたちのアイディアとか先生方の知見とか、各地域のもしかしたら大学生なのか、たちとのメンターたちと一緒に何ができるかということかなと思ってますので、その辺の課題も含めて、今日お話しできればと思います。すみません長くなりましたが、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。本当に印象的なプロジェクトがたくさんありまして、私も生徒さんたちと今回のプロジェクトは本当に日本の北から南まで
北海道から徳島から沖縄まで、まあね、本当に使う言葉が違う子たちがですね、うん、違う、まあ、方言もいろいろあって、そういうのがオンライン上で会話をするっていう、なかなか不思議な空間で、そこにその本当にプロの、ロボットエンジニアもでウェブデザイナーさんも、入ってきてで指導するっていう、まあ、これが本当に日本中で行われれば相当面白いことが起こるなっていうのは、もうそこまでは見えてきたっていう感じだったと思います。でまたその例えば一昨日なんかもですね、くっちゃん農業高校の生徒さんと、はい、振り返りの会をちょっとしたんですけれども、その時はなんかもですね、彼らが言ってたのって、結局そのなんか、ね、あれですね、餌をその牛に、その A5 ランクの 牛を育てて出荷をするところで、そのサイレージっていうその彼ら自身で作ってるそのお芋を原料にした、餌があるわけですけど、まあ、それを自動的に、要するにその面倒くさい作業を要するに自分たちでやらずにとにかく安く作れるかっていうところに、まあ、相当今回頑張られたわけですけど、それのみならず今度はどのぐらい餌を与えるって最終的に A5 ランクの牛になるんだろうとか、うん、そういうところにまで彼らの問題意識ってやっぱり向き始めていて、要するに今は屠殺して実際に切ってみないとわからないっていう、まあ、そこが要するにどのぐらいやったらどういう結果になるっていう話をちゃんと科学的に予測立てたいですっていう話だったりとか、もうあとは本当に介護 の、 さっき沖縄の馬鹿市高校の生徒さんたちが福祉科の生徒さんたちでしたけども、要は自分たちが見ている高齢者施設で見ている高齢者の要介護の皆さんの当事者の声が機械に反映されないのはなんでなんだろうか、機械つまり介護ロボットですとかいろんなものですね、そこら辺の不自由さに対して彼ら彼女らがストレートに要するに当事者の意見を反映したデザインをどう作るかっていう、本当に今大人が考えている悩んでいる日本の製造業が悩んでいる話題に、まあ、突入していく入り口がもう簡単にできちゃったと。ただそこには必要なのは彼らは持っていないエンジニアリングのスキルだったりするわけで、非常に可能性を感じる授業だったと思います。どなたでも結構です。何かご質問とかございましたら、ご意見とか、板倉さんどうですか、文部科学省板倉さん。いいですか、じゃあ私もさっきことやって言っちゃったんでちょっとここやめようかなと思ったんですけれども、非常に中島さんの今のお話、まあ、先ほどの若井さんの話ともつながるんですけれども、やっぱ ICT は使えるなという感想ですよね。特にやはり中島さんのやつは典型的ですけれども、全国をつないで結ぶことができるっていうのは本当に大きいだろうと思うんです。で、先ほどおっしゃってたように、やはりそれがプラットフォームとして、例えば生徒同士が自分のやってる研究を発表し合ったりとか、そうやって情報交換をしたりとか、切磋琢磨できるとか、そんな環境が作っていけると本当に面白いなと思います。そうなんですよね。そこら辺って木村さんどうですか。はい、まあ、学校側のとか生徒側の視点だけじゃなくて、僕例えば徳島商業さんがやってるメディアアートの、ホームページって、地元企業のなんか例えば工場とか、はい、そういうところがあれですよね、自分の会社のホームページ作ってくれっていうのを依頼するわけですよね、はい、高校生に。でそれをこうじゃあ作ろうって言って、高校生たちがいろいろなことを調べながらこういうホームページを作っていくわけですよね。そういう意味でさっきの話と絡むかと思うんですけど、なんかこう我々も彼らに本気で悩みをぶつけるって言いますかね、うん、今回のスティームライブラリーとかの中にも出てくるのも、やっぱりこう本当に企業の方々が困っていることを本気でこうみんなに相談するっていう姿勢がすごい大事だと思っているんですよ。僕らがなんかこういうふうに答えてもらいたいなみたいな答えがもう僕らの中にあって、で生徒たちにさあどう考えるみたいな、本当答え知ってるけどね、ニヤニヤみたいな、そんなのもういらなくて、はい、一緒にだから僕たちと一緒に彼らと一緒に未来を考えたいと思った時に、僕らがどこまでこう腹を割って彼らにもしかしたらちょっとかっこ悪いことかもしれないけど、分かんないんだよね、困ってるんだよねってことをどれだけ本気で訴えられるかって結構鍵だなと思ってたんですよ。本当にそうですよね、はい、だからそれがいろんな事例の中で見えてきて、見せたのがよかったなと思って聞いてます。結構必ずしもこのね、どうぞはい、どうぞあ、すいません、いや何でしょう、あんまり派手じゃない方がいいとかですね、なんか意外になんか思っ、うん、やっぱり企業ごとのいろんな考え方があって、あとまあ君たちの課題なんだからまあ適当にやってくれていいよって言われた企業も実は一社あったみたいなんですね、はい、でもだからそこからでもな
じゃあその人ともうちょっと話してみようみたいなところとか、うん、その人がどういう人なのかとか、やっぱり企業としてなんでそんなにここにこだわってないって思ったのかとか、なんかいろんな出会いがあって、うん、でやっぱりだんだんみんな本気になるというか、まあ、多分大人も子供もそうなんでしょうけど、やっぱり対話を通じて本気によりなっていくんだなと。ただ、うん、本気は大事だなってすごい思いますね。本当にそう思いますね。これ今あれ、これ画面にまだあれですよね、2月6日発表内容一覧でこれ実は映ってますよね。メディアートも映ってます。はい、あ、メディアートも映ってる。あ、ロボティクスの方に、あ、じゃあ一回ロボティクスの方にちょっと一回戻ってもらって、あ、今のそのあれですよね、メディアアートの方も本当に、企業さん、さっきの生コン組合の話なんて高校生に聞いたら、うん、君さん生コン組合とか興味あったのって言ったら、いや全く関心もなかったし知りもしなかったですって言うんだけど、聞いてみたら結構深いみたいな話とか、うん、でもあの感覚って僕たちが仕事を楽しくする時の感覚そのものだと思うんですよね。知らないし興味ないし、配属されたからやってるけど、やってみたら楽しいからハマっていくっていう、うん、でも全然それでいいと思ってて、うん、いいか、なんかこう、でも頼み事がある人の言うことを聞いて、その人たちが売りたいものは何であってって聞いて、ちゃんと言葉にして、言葉だけじゃなくてウェブサイトに表現してって、すごいいい知的作業だし、本当に重要なことだと思うんです。あとそのさっきのロボティクスのね、あの北から南までいろんなものが学校つながったのを見ていただくと、これ多分ですね、これ共同でプロジェクトをしていくっていう子たちが今後本当に出てきたら面白いなと思ってるんですよね。今は刺激を受け合うだけなんですけど、北海道のその農家さんの高齢化の対応にどう対応するか、キャタピラなのかタイヤなのかみたいな話と、沖縄のこの介護の現場での話ととかって、なんか実は一緒の要素があったりするんじゃないかとか、でこれを助ける地元の事業者さんとかが出てきてくれるとか、でもっと言うと私本当に期待したいのは、これで高校を例えば出て就職する子たちが、なんかこうこれらのプロジェクトがですね、なんかチャンピオンシップかなんかがやっぱりあって、この子たちすごいとか、この子すごいっていう子たちに、まあ、ある種だからプロ野球のドラフト会議みたいなもんですけど、やっぱりそこに金銭的な価値までついていくって、うん、僕は別にそのなんかこう高校野球で活躍した人がね、契約金いくらであのプロ選手になりましたってだけじゃないと思うんですよね。なんかこうまた一人一社制のあのなんかね、今のよくわからない就職協定みたいなものとかも含めて、なんか高校出たところで世の中からそういう形で評価されるっていうような、そんな学びが僕はあっていいと思うし、それが地方創生とか社会イノベーションの鍵なんじゃないかなって思うんですよね。なんか木村さんとかどうですか、ここら辺って。おっしゃる通りですねやっぱその生徒たちの評価の多様化につながることが 大切だなと思う。そうですよね。僕時間をしてるの分かってるので、1個だけどうしても質問したので聞いていいですか。はい、あのキャリアリンクさんとからずっと皆さん共通しておっしゃってたのが、あのいわゆるその作ると知るの循環の中で、知るから作るに上がっていくというのは結構分かりやすいんですよね、うん、基礎があって応用があって活用していくみたいな、分かりやすいんですけど、その作るの方から知るにつなげていく、さっきあの板倉市長からもやっぱり数学の価値、数学を学ぶ価値に気づいたのが素晴らしいってコメントございましたが、まあ、そんな風にどういう風に教科科目とかにつなげていかれているのかっていうのが、それぞれの事例の中であのたくさんふんだんにあったかと思うんですけど、何かこう一言二言でもしお伝えできるような、あのこう主張してくださっている皆さんに、こういうとこ工夫しましたよとか、こういう声かけ聞きましたよとか、何かあれば教えていただいてもいいですか。あ、じゃあ一言だけ先言っちゃっていいですか。すみません、これは私大丈夫かな。誰でも、はい、はい、何でしょう、最初の私たちの場合ちょっとスキムリテラシーみたいな、そういうロボットを動かすとかセンサーとか、うん、そのプログラミングとか初めてだったり、全然専門性がないから最初にちらっと渡したりして遊ぶんですけど、その後やっぱりテーマができて、自分たちでやりたいものができてからで、まあ、最初からそれは考えるよってことは予告しててずっと考えてるんですけど、本気でできてくると、そこから知るに戻ることっていうのは必ずしもプログラミングだけじゃなくて、あ、これはなんか化学の力が必要だなとか、プログラミングで実際動かしてみると、あ、これなんで動かないかって作用反作用だとか、なんかもういろんなことに立ち戻るんですね。だからもうやっぱり作るがあると、やりたいことがあってからの知るの方がやっぱり大きいとは思います。だから最初新しいものを知る時の遊びみたいなことはすごい大事だと思うんだけど、やっぱりその作りたいものがあった時の知るへのワクワク感というか、あ、価値が分かるというか、そこはすごく大きいな。ただその前にちょっとでも確かに知るってもので、あ、こんなこともあるんだっていう世界を知ってると、
あ、もしかしてあそことつながるのかなっていうマップみたいなものが自分の中でできてくるのかなっていう印象がありました。なのでそこの戻りがすごいありました。ありがとうございます。高井さん、工業高校代表としてどうですか、ちょっと簡潔に何かあれば。そうですね、全体を通してという部分で一言でお願いできればと思うんですけど、はい、まあ、今まで の学校環境ってなんか社会と分断されていたのかなっていうのがすごくあって、チョークとトークとワークシートで我々も授業をやっていたっていうところが、ようやく社会の一員としてこう何か社会課題に臨めるような、そういった学校がようやくできたのかな。でその中で福井先生がお話ししていた部分で、教員の役割っていうのがどうも変わってきているんじゃないかっていうところを多くの先生方に知っていただく、まあ、そういうタイミングなのかなというふうに感じました。ありがとうございます。それではですね、ちょっと時間が押してしまったんですが、まず、第1部はここで一旦閉じたいと思います。このままですね、ちょっと休憩に入ります。ただちょっとですね、押している事情がありまして、5分間の、休憩と、させていただければと思っています。 YouTube のチャット欄で、適宜再開時間目途を、お伝えいたします。視聴されている皆様も今しばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。